って歩いてて、はいはい、お前とお前王さんはって言い出したから、はい、何の話だろうね、たけしさんと水谷さんと春日さんも、お前仲が悪くて有名じゃんって言ってるっていう話を聞いて、はい、ってなって、それで王さん来た時に、王さん3人からってあんまり仲があったら、仲があったら、仲があったら、仲悪いんですかって話になって、ちょっと後、実は高橋さんとっていう流れなんですよ。